大量、ここめっちゃ釣れるわ。はじけイワシそんないらんやろ。あと一匹だけ、あと一匹釣ったらやめるから。ザバン、よく待ってもうた。ランスト一匹でどえらいバケモン釣り上がってもうた。おい、はよ海返せって。なんか寒気止まらんねん。あの、ミスったんで帰って大丈夫っすよ。もうこの暑こわ。うちも連れて帰ってほしいし。まさかのオナゴ。あーもうイワシいっぱいやねん、ごめんな。あと一匹だけ釣るって言ってたし。聞かれてるやん。うち友達おらんこで寂しいねん。へえ。もう冷たい態度、どうせうちがこんな見た目やからし。ちゃいますえ、美脚に見惚れてて嬉しい。めっちゃピュアな魚。おい、そっと巻いて逃げるぞ。おい、うちね、この足で地上時速 600km で走れるねん。もう魚ちゃうやん。ぜ、全然でっかいや。ここでやるしかない。ガシ、もし逃げたら一緒に弾けるで。ず、連れて帰ります。おら、吐けや、こら。吐かないフロー。何してんの？唾液のアルミネックス吐かせてる。やりすぎやろ。僕は何をされても絶対に吐かないフロー。多分吐くやつやん。威勢がいいな。だがこいつに耐えれるかな。ジュー。ふわ、これはケロビ焼肉定食の匂い。定食まで匂えるんや。どうや？口の中よだれで10本10本なって戻るんとちゃうか？なってないポン。10本ってるやん。我慢強いやつやな。だが、アルミネックスは何も唾液じゃなくてもええんやで。ジュポン。そう、唾液なら何でもええんやで。ちょ、お前それは。シャコシャコなるナイフのおもちゃや。めっちゃビビったポン。恐怖と緊張で脇汗がにじみ出てきよるで。恥ずかしいポン。ちょっとエチエチやな。さあ、じっくりと脇汗集めたら。あ、吐くポン。唾液吐くポン。ふぅ、これでしばらくは足りるな。早く焼肉定食を食べさせてほろ。まず高速具外そうや。こしょ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 。どないしたんや。ここに客してた木の実がなくなってるこそ。もっかいよく探してみんや。絶対こここそ。なんかあったんご。え、口の周りえぐいほどついてますやん。ここにあった木の実知らないこそ。え、こいつやん。木の実を吐き出して返せこそ。吐き出した木の実こいてないやろ。木の実食べてないんご。じゃあその口の周りについてるのは何こそ？ダブルチーズバーガー。ジャンキーなもん食っとんな。おい、吐かないなら石を入れた雪玉をぶつけ続けるこそ。それもただの石やで。本当に食べてないんご。もう一回探してみてんご。絶対ないこそ。もしあったら客に石をぶつけてもいいこそ。コロン。え、木の実？あったこしょ。僕はとんでもないことをしてしまったこしょ。か、誰にでも間違いはあるぜ。気分転換にバーガー食いに行くんご。くそ。ええやん。へい、てめえらのうちもここまでやん。ちっさ、ちさようなやん。そうやぞ、まだ子供やから小さくて当たり前やねん。去年成人式行ったやん。ゴリゴリの大人やで。でも心はビッコやもんな。どんなフォローやん。体もビッコになりたいやん。よし、俺に任せろ。不安でしかないねんけど。まずは栄養摂取や。このスペシャルビッグスリードリンクを一気飲みできるか。見た目エグいけど何入ってんの。チーズとイワシ。どう一気飲みすんねん。僕いけそうにゃん。ええんか、めっちゃ喉イガイガすんぞ。作ったんお前やで。頑張るやん。ごくごくごく。どうや、なんかめっちゃ辛いやん。へへや、隠した時に唐辛子入れたからな。隠せてないって。どういう理屈で入れて。なんかカーってなって体びっくりならんかなって。メルヘンの息超えてるって。カー、うせやろ。びっくりになったな。なあ、うせやろ。蜂蜜めっちゃ取れたわ。いやな、蜂蜜あるこま。な、ないで。わかったこま。ピュアなクマすぎるやろ。ピュアやけど、これは俺の蜂蜜や。渡すわけにはいかんのじゃない。的場強しか。ひょこしゅ、めっちゃ蜂蜜欲しそうやん。ちょっとあげたら。ダメ、カイカグレート作っとかな。安心して借りに行かれへんねん。俺らもほぼ借りしてないで。ひょこしゅ、もうあげようや。ちょっとだけ舐めさせてほしいこま。あ、あかん。先ちょだけ、先ちょだけこま。どっぷり行くやつやんけ。ほんまに先ちょだけ。クマ、やらしさにじみ出てるって。もう今回だけやで。クマクマクマ、絶対に先ちょだけやからな。当たり前クマ。はい、ハチミツ。クマ、どっぷりやわな。異変を見逃さないこと。そうか、異変があれば引き返し、なければ進む。8番出口を目指し、
この地下通路から脱出するってことか。物分かり良すぎるやろ。待って、モンスター接近。俺の地巻きがピンピンや。ちょっと卑猥やな。あれ、普通のサラリーマンっぽいな。サラリーマンやと？噂には聞いたことがある。現代社会に生きるコンクリートジャングルのモンスター。誰から聞いてんその噂。弱点はどこや。首か、目か、残業か、全部や。まあ異変なさそうやし進むか。おお、1位になった。この調子でゴンゴンゴルトやで。ヘルプラザーズ、シンプル双子リーマンや。ちょうど4人やし一緒にクエスト行こう。こんな不気味なやつと行きたくないやろ。おお、2や。余裕すぎてこのまま抜け出してまうで。なあなあ、異変あった？壁に喋ってるって。へへ限界や、もうこれを使うしかない。ボッシュ、地上や。俺たちは抜け出せたんや。おらぁ、なんぼのもんじゃい。戻り玉やからズルやけどな。なあなあ、春武器何来るか予想大会しようや。誰がするかよ。来るかどうかわからんもん予想してもしゃあないやろ。優勝500万ゼニー、俺から行かせていただこう。切り替え早っ。俺はこれや。包帯が武器ちゃう、ジャオ演説黒龍派や。技やん、ヒエの。ふん、武器と技の違いもわからん素人が。なんやて。俺はこれや。なんや、ハンマーやんけ。あるでも。チッチッチ、このハンマーはマンモス3頭分の重さがあるねん。コロッケのやつやん。チョイス渋すぎるってお前。じゃあお前はなんやねん。え、俺はモーニングスター。なんやねん。いや、ガチで500万ずに取りに来てるなって思って。ええやろ別に。じゃあ優勝はジャオ演説黒龍派で。なんでやねん。いただきんか。コロッケ引っ張らんでええねん。黙っとけモーニングスター。おい、ほんまに新武器来るといいな。銭あげます、銭あげます。どうしてこいつネギ星人みたいになってるやん。全ハンターからカツアゲされた結果自我を失ってもうてん。え、大丈夫か。ゼニゼニーゼニガメやん。閃光ハメでもう何もわからん体になってもうとる。閃光玉そんなヤバかった。どうにか救われへんか。だから俺たちが来た。自分かけや。ゼニゼニー自我を取り戻すにはまずは名前や。自分の名前を覚えてるか。 ATM 調教されすぎてるって。じゃあ好きな AV 女優は。何を聞いてんねん。フガダエミ。そこは字があるんや。僕の名前は確か。もう一息で字が戻りそうやな。トリガー深田エイミやった。僕の名前はチンパ。赤もトルムのチンパだかも。チンパ。さあ字がも取り戻したところで金巻き上げた奴らに仕返ししに行こうぜチンパ。ダメだよ、復讐は憎しみしか生まないかも。せやな。うわ、どこやここ。お前たちは移ってここへ来た。出なければこいつを倒しにいてくだち。あ、俺は移ってねえよ。来る前の状況は。山つかみに吸い込まれた。移ってるやん。それでは借りにいてくだち。お、これ装備入ってるやん。ピチピチやの。スキル何ついてんねん。わからんけど攻撃レベル5ぐらいついてそうな感じや。うわ、エリア移動がこれ。多分スーツ着ないとやばいぞ。誰がそんなダサいの着るかよ。さてと敵はどこかな。フルセットやんけお前。お揃いの方がいいやろ。付き合いたてか。うわ、こいつ弾に乗ってた敵やん。ルドゴン、チャーポゲイ。名前間違えただけやで。ギョエーイ、アンクック出てきたぞ。この装備でどう戦えばええねん。パン、ペチャンコなんかしたか。いや、パチ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 。タケシ、これで完璧や。今握りしてる僕を変わることはできないのも。ここにおるからやってまおうか。やられてまおるも。ほんまにこの岩がバサルモスな。長年の勘がそう言うとる。勘やと？ってことは確証がない。そう、僕にはまだ逃れるチャンスがあるも。バサルモスはこの岩ちゃおるも。え、この岩ちゃおやと。俺の勘も鈍ったな。この岩やもろ喋ってたやん。ちょっとだけ喋れるも。北手の留学生か。でもこの岩が違うって言ってるから俺はその言葉を信じたい。ピュアなアホやん。多分あっちの方におる噂を聞いたことあるもん。ふわっとしすぎやろ。情報ありがとうな。ちなみに君の名は。バサルモスのポニョキジ。バサルモス言うとるやん。しまってあるもん。つい嬉しくなって名前言うてもうてあるもん。さ、最初から気づいてたぜ。ほんま？仕方ない、戦うしかないのもん。あ、いや、背中の岩ピッキルさせてほしいだけやねんけど。めっちゃしているもん。夏といえば虫取りや。さっそく金分取りに行こうぜ。カブトとかやろ。誰が炎天下で金分取りに行くねん。甘いな。ただの金分やありませんで。なんやで。王族金分ですわ。ひょひょ、確かこの木に出るって噂やねんな。こいつが王族金分。王冠つけたガチムチ変態おっちゃんや。まさかの喋らんタイプ。話すの恥ずかしい分。
パンチの方がはずいやろ。シュッ、これで2対1やな。何言うてんねんお前。なあ、これで同じ土俵に立ったんや。ちょっとお茶せえへん。ぶっ、どっち？ちょっとするぶん。趣味は料理を作ることぶん。今度食べに行ってもいい？ぶん、お前ら付き合うんけ。別にそうなんちゃうし。ぶぶぶぶん、お前も喋れるやろ。愛の形は何歩あってもええと思うねん。うん、だから取りに来てん君を。ぶん、一緒に行こうか明日へ。ぶん、僕は最強のモンスターミラボレアス。強すぎて戦闘がつまらないボレ。誰か僕を楽しませてくれるハンターはいないボレかな。今の私たちならどう？なんやこのマッチョアボレ。忘れたとは言わせねえぜ。あの負けた日から修行してきたパーギー。思い出した、確か君たちはマッスルピック3。いや4だ。圧がすごいって。ほほほ、この新生マッスルピック4を相手に楽しむ余裕があるといいわね。あの父さん、僕パンチ姿嫌や。急にどうしたパーギー？思春期入った。あんま自分では言わんやろ。思春期なんてのはパキってパキれまくれ。パキどんな父さんやねん。仕方ないわね。タンクトップでも着たら下半身履かせてあげて。もうパキってばっかないで僕のことも考えてよ。ごめんパキ。そうね、今日は借りをやめてみんなでパーティーしましょう。アメリカのごついママか。ごめんな、俺の思春期に付き合わせてもうて。次は楽しませたるからな。いやちょっと楽しくてゴミ忘れてたボレ。へへ。いや俺のセリフ少なない。